チェスターフィールドコートを着た男性。特に一番右側の男性のようなボタンが見えない、下手をひよくじ立てという。チェスターフィールドコートとは、該当の一種である。竹は、やや長めが基本であり、膝程度が一般的である。見た目は、フロックコートや背広に近い。19世紀に、チェスターフィールド伯爵が初めて来たのが最も有力な、由来とされる。 特にビクトリア時代後のイギリスでは男性の街頭として流行した。現在の日本ではフォーマルとして着ることはもちろんビジネスやカジュアルとしても着こなすことができるので非常に人気があるコートの一種になっている。正式なものはボタンが見えないようなひよくじ立てと呼ばれるもので上襟はベルベット仕立てラッペルはハイニヌのものがあるが一般的にはシングルまたは ダブルの打ち抜きで襟もとも切れになっている。襟がビロードなのは、フランス革命で処刑されたルイ16世と、その日、マリー・アントワネットを弔う気持ちを表したものだった。現在は、冷蔵や、普段着など関係なく着用される。海外では、クラス分けがされており、ドレスチェスターフィールドと命名されたものはウェストを絞り、蒸気の下手に仕上げる。 サックチェスターフィールドはウエストを絞らず箱型の垂直に仕立てる。後のポロコートに発展した。セミチェスターはビロードやハイギヌを使用しない腰丈やモも丈が多い。ダブルブレステッドチェスターコートはダブルのチェスターフィールドコートのこと。ウールが多いが他にはカシミア、メルトン、ポリエステルコンボも存在する。ありがとうございます。